アーロン・スワーツはアメリカ合衆国のプログラマ、ライター、政治活動団体設立者、インターネットハクティビスト。また RSS が普及するための技術的な基盤を作った人物でもある。スワーツは RSS や w e b p イを開発した人物でレジットの元共同経営者の一人だった。スワーツは社会学や市民的な覚醒に関心を持ち、 社会正義を求める、積極行動主義にも、熱心だった。2010年に、ローレンス・レッシュグが責任者を務めるハーバード大学の、エドモンド・ J サフラ研究所の研究員になり、組織不正について研究した。スワーツは、オンライン海賊行為防止法案に対する反対、運動で知られる、オンライングループのデマンド・プログレスを創設し、 積極行動主義グループのルートストライカーやアバズで活動し雑誌ザ・バフラーにも寄稿していた。2011年1月6日、スワーツは論文データベースの J スターから学術雑誌の記事をダウンロードした計画的な犯行に関与したとして連邦当局に逮捕された。連邦検事は最終的に通信詐欺2件とコンピュータ詐欺を呼び、 不正利用防止法の違反11件により、スワーツを起訴した。これは、最長で35年の懲役刑、100万ドルの罰金と資産没収、損害賠償、保護観察の可能性がある罪だった。罪に問われてから2年後の2013年1月11日、ブルックリンクのクラウンハイツにあるアパートで、スワーツが首を吊って死んでいるのが発見された。 15歳のスワーツとローレンス・レッシュグ、クリエイティブ・コモンズの昼食会にいて、スワーツは、スーザン・スワーツとロバート・スワーツ夫妻の息子として、アメリカ合衆国のイリノイ州シカゴで、在米ユダヤ人として生まれた。父親がソフトウェア会社を創業していたこともあり、スワーツは、黎明期から、コンピューターや、プログラミングやインターネット、インターネット文化にどっぷりと使っていた。 13歳の時にアルツァデジタ賞を受賞した。これは有益で教育的で共同的な非営利のウェブサイトを作成する若者の協議会で受賞者はマサチューセッツ工科大学へ行ってインターネット界の有名人と会うことができた。14歳の時スワーツは RSS1.0 を立案するワーキンググループのメンバーになった。ヤフーニュースの記者 バージニアヘファーナンによると、スワーツは、フリーカルチャー運動の賛同者で、絶え間なく活動し、代償を求めなかった。スワーツは、イリノイ州イネトカにある、ノースショアカントリーデイスクールに通った。スワーツは、ワールドワイドウェブコンソーシアムの RDF、コアワーキンググループの委員となり、RDF、XML のメディア型を定義する RFC3870。 を立案した。メディア型とは、ファイルフォーマットの表現方法を決めて、ソフトウェアがフォーマットを識別できるようにするための、符号である。例えば、マルチパーパスインターネットメールエクステンションズは、電子メールの画像データの表現方法を決めて、メールソフトがデータを識別し、画像付きのメールを表示できるようにした。スワーツたちが作った。 RFC3870 は RDF を XML 形式で表現すると決めて Web ブ,ブラウザやフィードリーダーが RDF を識別できるようにするためのメディア型である。この仕様により朝日 c o m が RSS で見出しの配信を始めたりウェブサイトのプッシュ配信が本格化した。ただし RDF は単なる RSS ではなく セマンティックウェブを目指した技術であり難解だったために、その後の RSS では使用されなくなった。マルクダウンは広く使用されている軽量マークアップ言語の一つで、文法が難しい XHTML や HTML を簡単に記述することができる。スワーツはその作者であるジョン・グルーバーの協力者として知られている。その後、スワーツは スタンフォード大学に入学したが一年で退学しソフトウェア会社のインフォガミを起業した。これは Y コンビネータが主催する夏季起業プログラムで創業した最初のスタートアップ企業だった。Y コンビネータのプログラムでスワーツはウィキプラットフォームのインフォガミをはじめ後にウェブパイやオープンライブラリーのウェブサイトで採用された。しかしスワーツは 前進するには共同創業者が必要だと感じ、さらに Y コンビネータの主催者たちがインフォ紙にレジットと合併するように進めたので、2005年11月にそれが実行された。レジットは当初は収益を得ることが難しいと思われていたが、その後を流行し、月に数百万人の利用者が訪れるようになった。2006年後半に数ヶ月の交渉を経て、レジットは コンデナストパブリケーションズに買収された。これは雑誌ワイヤードの発行会社であったため、スワーツは自分の会社とともにサンフランシスコに移住したが、すぐに解雇された。2007年9月、スワーツはシモン・カールセンとウィキ型のオンラインメモ帳サービスのジャータとを立ち上げた。2010から2011年の間、スワーツはローレンス・レッシュグの在籍する。 ハーバード大学のエドモンド J サフラ研究所で組織不正を研究する研究員になった。また、スワーツは Python 用のウェブアプリケーションフレームワークウェブ、p y の作者でもあった。2008年にスワーツは watchdog.net を創設した。これは牙を持った政治を良くするウェブサイトで政治家に関する情報を集めて視覚化していた。 スワーツはデマンドプログレスの創設者の一人でもあった。これは市民的な自由や政治改革などの問題について国会などの指導者たちに連絡を取ったり圧力運動に資金援助したり主張を広める行動をするために人々をネット上に組織する圧力団体である。コリー・ドクトローの小説ホームランドの後書きでスワーツはこれらのツールは 動機や才能がある人なら誰でも利用できる。今やシステムを変えられるかどうかは、あなた次第だ。私の助けが必要なら教えてほしいと書いている。ストップオンラインピリシーアクト、オンライン海賊行為防止法案に抗議するスワーツ。スワーツは、オンライン海賊行為防止法案の法案通過を、阻止する運動に加わった。この法案は、インターネットの著作権侵害と戦うための、 法律だが、著作権侵害で訴えられたウェブサイトを、合衆国政府が安易に停止する根拠になると、批判されていた。法案通過を阻止した後、フリーダム2コネクト2012で、スワーツは、基調演説を行った。これは2012年5月21日に、ワシントン DC で行われたイベントであり、演説の題名は、いかにして我々は、ソパを阻止したかである。 スワーツは次のように聴衆に訴えた。この法案は全てのウェブサイトを停止し、アメリカの人々が特定のグループと通信することを全面的に止めてしまいました。私は全ての友人に伝えました。私たちはウェブサイトを立ち上げて夜を徹して待っています。新しいグループの名はデマンドプログレスです。極めて不健全なこの法案に反対する。 オンライン請願を行います。私たちは30万人の署名を集めました。私たちは議員団と会って単願を行いました。法案が満場一致で通過しそうになったその時、突然に審議は止まりました。ロン・ワイデン上院議員が法案を止め置いたのです。そしてスワーツは次のように続けた。私たちはこの戦いに勝ちました。 その理由は皆さん一人一人が自分自身の物語のヒーローになったからです。皆さんは極めて重大なこの自由を守るために役割を果たしました。スワーツは11万5千サイト以上の電子フロンティア財団がインターネット史上最大と評したおびただしい数のウェブサイトが白紙化などを行って法案に抗議した歴史を振り返った。またスワーツは ソートワークスが主催したイベントにも出席した。ウィキペディアミートアップボストンのスワーツ・スワーツはウィキペディアのボランティア編集者だった。2006年、スワーツはウィキメディア財団の役員会に立候補したが失敗した。その時、スワーツはウィキペディアの記事がどのように書かれているのかを分析し、実際のコンテンツは満単位のたまに執筆する人や、 ほとんど執筆をしない部外者に由来し500人から1000人の常連編集者がスペルや形式の間違いを修正する傾向があると結論付けた。スワーツによると形式を整える人が執筆する人を助けていてその逆ではない。スワーツは無差別に選んだ複数の記事の編集履歴の分析によってウィキペディアの創業者であるジミー・ウェールズの意見を 否定する結論を下した。ウェールズは常連編集者の中心的なグループがほとんどの記事を書いていて、その他に数千の協力者がいて形式を整えていると思っていた。ウェールズは総編集回数を計測していたが、スワーツはある記事に一人の編集者が追加した文字の総数を計測することで結論にたどり着いた。スワーツの分析は ブログで発表され、ウィキメディア財団の役員会に選出されるための資料の一つになった。2006年頃に、スワーツは、アメリカ議会図書館の図書目録の完全なデータを入手した。図書館はこれにアクセスするために料金を請求していたが、行政書類であることから、アメリカ合衆国の著作権法で保護されていなかった。そこで、スワーツは、 オープンライブラリーにデータを公開して、これを自由に使えるようにした。2010年12月27日、スワーツは、ウィキリークスに情報を漏らしたとして逮捕された、チェルシー・マニングの処遇の調査を情報公開法に基づいて請求した。2013年1月21日、ロシアトゥデイは、ウィキリークスがツイッターを通じて出した声明について、報じた。 声明の内容は、スワーツがウィキリークスを支援していたこと、2010年11月からジュリアン・アサンジと連絡を取っていたことだった。2008年、スワーツは連邦裁判所の訴訟情報公開システムペーサーから約20%に当たるデータをダウンロードして公表した。このデータベースは、 アメリカ合衆国連邦裁判所の書類データベースで合衆国裁判所事務局が管理していた。ハフィントンポストの報道によるとスワーツは課金サービスの外から利用できるようにペーサーシステムから裁判所の公的書類をダウンロードした。その動きは FBI の注意を引いたが書類は事実上公開されてあったとして最終的に告訴しない決定がなされた。ペーサーは 一ページにつき8セントの情報量を請求した。非営利団体のパブリックリ r e s o u r c e o r g を創設したカールマラ・マッドは政府が作成した書類には著作権が適用されないので情報量は無料であるべきだと主張した。また、ニューヨークタイムズは料金は裁判所が技術に再投資するために使われるが、 裁判所の報告書によると、システムは1億5000万ドルの黒字だったと報道した。ペーサーが使用している技術は、感んだかい音がする電話モデムを使った、時代遅れの設計で、金儲けと、継ぎはぎだらけのオンドロシステムの壁の向こうに、国の法律制度が置かれていた。マラマットは、仲間の活動家に合衆国、第7構想裁判所図書館に行って、 ペーサーシステムの無料トライアルで裁判所の書類をダウンロードし公開するために自分に送るように要請した。マラマッドの劇文を読んだ後、スワーツはシカゴの合衆国第7構想裁判所図書館に行ってパールスクリプトをインストールした。2008年9月4日から20日にかけて、スワーツは約1800万件の書類にアクセスして、 クラウドコンピューティングサービスにアップロードした。彼がマラマッドのパブリック c r e s o u r c e o r g に公開した書類は19856,160ページに及んだ。2008年9月29日、合衆国政府印刷局は、プログラムの評価が終了するまで無料の使用制度を中止した。スワーツは、 その後 FBI に捜査され、事件は2ヶ月後に不起訴で終了した。スワーツは、情報公開法に基づいた請求を FBI に言っていたので、捜査の詳細を学んでいた。そして FBI の反応を、いつもひどく混乱していて、FBI がユーモアのセンスに欠けていることを示していると表現していた。ペーサーは、今でも1ページあたりの料金を請求するが、消費者には、 モジラ、ファイ f ーフォックスのリキャッププラグインを使って文書を保存して無料公開することができる。2013年にインターネットアーカイブでスワーツを忍ぶ会が行われた。スワーツの協力者のカール・マラマッドはペーサーに対する彼らの努力を以下のように回想した。私たちは2000万ページの裁判所の文書をペイウォールから運び出しました。私たちは プライバシー信頼がはびこっていることを見つけました。未成年の子供の名前や情報提供者の名前。私たちはその結果を31箇所の地方裁判所の主任裁判官に送りました。彼らは書類を修正し、書類を持っている弁護士たちに警告しました。合衆国司法会議は自分たちのプライバシーポリシーを変更しました。J スターは論文誌や 未発表原稿の内容、電子地図や電子的にスキャンされた植物標本を収蔵してネット上で配布する電子図書館である。スワーツはハーバード大学の研究員だったので J スターの使用権を持っていた。加えて MIT のオープンキャンパスの訪問者はネットワーク上で J スターにアクセスすることが認められていた。州当局及び 連邦当局によると2010年後半から2011年前半の数週間でスワーツは多数の学術雑誌の論文を J スターから MIT のコンピューターネットワークを通じてダウンロードした。当局者はスワーツがラップトップパソコンを通信コントロール用の配線クローゼットの中にあるネットワークスイッチに接続してファイルをダウンロードしたと語った。 ブログメディア、スレートの犯罪記者で、コロンビアジャーナリズムレビューの編集者のジャスティン・ピーターズによると、配線クローゼットの扉には鍵がかかっていなかった。2011年1月6日、スワーツは、ハーバード大学のキャンパスの近くで、犯行目的で、ビルへ不法侵入した罪により、二人の MIT の警察官と合衆国シークレットサービスによって、逮捕された。 周検事らは、スワーツを、連邦裁判所に起訴した後で、罪状を取り下げた。ハーベー・シルバー・グレート弁護士によると、この種の事件に詳しい弁護士がスワーツに対し、マサチューセッツ州ミドルセックス軍の地区検事は、スワーツの事件を、厳重注意と、監視なしの執行猶予で済ませるつもりだと伝えた。彼が、シーネットのデクラン・マクラーフに説明したところによると、 このような処分では、起訴は、氷結なしに停止される。被告人は、数ヶ月間から数年間は執行猶予で、それ以上の法的なトラブルを起こさなければ、起訴は、却下されて、被告人に、犯罪記録はつかない。これが、スワーツ逮捕時の弁護士の予想であった。悲劇が起きたと、シルバー・グレートは、マサチューセッツ、弁護士ウィークリーに書いた。 連邦検事局が事件を引き継ぐとメッセージを送ってきたのだ。告発と、起訴2011年7月19日、起訴手続きのための連邦大陪審が開かれた。スワーツは保護されたコンピューターの損傷を意に介さずに、情報を不法に取得したことにより、通信詐欺とコンピュータ詐欺及び不正利用防止法の違反で起訴された。告発によると、スワーツは、 MIT のコンピューターネットワークに、ラップトップパソコンを不正に接続して、KeepGrabbing Pi というスクリプトを実行し、j s スターから膨大な量の記事を急速にダウンロードできるようにした。担当検事は、スワーツの行為には、文章を P2P ファイル共有サイトで利用できるようにする意図があったと述べた。スワーツは当局に出頭し、すべての訴えに対して、 無罪を主張し10万ドルの保釈金を払って釈放された。彼の逮捕後にジイスターはスワーツのアクセスは権限のない方法で行われた著しい御用だが彼に対して民事訴訟をするつもりはないという声明を出した。一方、MIT は事の成り行きに対して何のコメントも出さなかった。ニューヨークタイムズはこの事件について尊敬すべき。 ハーバードの研究員で、インターネットの住民のヒーローでもある人物が、記事を無料で入手できる権利を持っていたにもかかわらず、違法にダウンロードしたという申し立てに基づき、コンピューターハッキングの罪により、ボストンで逮捕されたと報じた。スワーツが創設した、デマンドプログレスのデイビッド・シーガルは、意味不明だ。図書館で、大量の本の貸し出し手続きをした容疑で、誰かを、 刑務所に送ろうとするようなものだと述べた。シーガルは後に自分のコメントは一般論について言及したもので、スワーツに対する申し立ての詳細に対してではないと述べた。また、自分はスワーツが倫理や政府のことに深い関心を持っている人物だと知っているが、申し立てられたことについては知らないとも語った。 連邦検事法のステファン・ヘイマンとスコット・ガーランドは主席検察官で連邦検事のカルメン・オルティズの監督の下で働いていた。この事件はコンピューター詐欺及び不正利用防止法の問題である。この法律は1986年に成立したもので情報を盗んだり混乱させるためにコンピューターにアクセスしたりコンピュータの機能を破壊したりするハッカーを政府が 起訴しやすいようにしている。オルティズ曰く、量刑としては、最大35年の懲役、3年間の保護観察、盗品の返還、財産の没収と、最大100万ドルの罰金になるだろう。その後、検察は、追起訴して、もし裁判で有罪を宣告されると、スワーツに、懲役刑が下される可能性があると発表した。 ジョージ・ワシントン大学教授のオリン・ケールは法律ブログのボロック・コンスピレシーの中でスワーツの事件で量刑が最大になる可能性は低いという意見を述べた。2013年1月12日スワーツの弁護団に雇われたコンピュータ法科学者のアレックス・スタモスは J スター事件で提出するために作成した鑑定書の要約版をネットに投稿した。 その内容はもしアーロンが生きていて、私が予定通りに鑑定証言に立って、アーロンの行動が間違っているか検察官に尋ねられたら、アーロンは軽率だったと表現した方が良いと答えると思う。同様に歴史の入門書を探すために図書館にあるすべての本の貸し出し手続きをするのも軽率でしょう。たくさんのファイルを wifi 共有でダウンロードし、またはウィキペディアを高速にクロールするのも軽率ですが、そういった行為は、若者が何年も付け回されたり、35年の懲役判決の可能性になるようなものではないです。司法取引スワーツの弁護士、エリオット・ピーターズによると、検察官たちは、スワーツが死ぬ2日前に、彼が裁判を避けたいと思うなら、スワーツは、 刑務所に6ヶ月入って13の罪状について罪を認める必要があるだろうと言った。スワーツの最初の弁護士だったアンディ・グッドがボストングローブに語ったところによると苦々しく思うのは私がヘイマンにスワーツのガキは自殺する危険があるぞと言ったことだ。彼の態度はオフィスでは普通の反応で特に変わったところはなかったが彼はこう言った。 大丈夫。私たちは鍵をかけて彼を閉じ込めます。私は彼らがアーロンを自殺させたとは言わない。アーロンはどうせやっただろう。私が言いたいのは彼らは危険性に気づいていたのに無頓着だったということだ。マーティー・ウェインバーグはグッドから事件を引き継いだ弁護士である。彼はもうちょっとでスワーツが服役しないで済むように 司法取引を取り付けられるはずだった。J スターはサインをしたと彼は言った。しかし MIT がしなかった。スワーツの死後すぐに J スターは450万件以上の記事を無料公開すると発表した。このサービスは2週ごとに3つの記事をオンラインで読めるようにして有料でダウンロードできるようにした。スワーツの死後、検察は スワーツに対する基礎を取り下げた。オルティズ連邦検事は、この事件の申し立てと審理において、この検事局は、適切に運営されていた。検事局は申し立てられた行為と釣り合った適切な、量刑を探していた。量刑としては、我々は、警備体制が厳しくない刑務所で6ヶ月間の、判決を進めただろう。 この検事局が法律で許される最大の量刑を求めていたことはないし、スワーツ氏の弁護士にそうするといったこともないとコメントした。検察の理論的根拠と反応連邦検事のオルティズは2011年の基礎後に盗みは盗み、使ったのがコンピューターの命令であろうが、金テコであろうが、取ったのが書類だろうが、データだろうが、 お金だろうが関係ないと力説した。コロンビア大学ロースクールのティム・ウー教授は、ザ・ニューヨーカーで、検察官たちが公僕として忘れていたのは、彼らの仕事は無理やり裁判をしてどんな犠牲を払ってでも勝つことではなく、刑法の絶大な力を使って、実害から国民を守るということだと記した。2013年1月15日、ジョージ・ワシントン大学のオリン・ケール教授は、 法律ブログのボロックコンスピレシーにここにもたらされた罪状は優秀な連邦検事なら誰でも起訴する程度と記した。デューク大学の法律学教授のジェームズ・ボイルは1月18日のハフィントン・ポストのコラムで私はオリンの主張はいつになくやや一方的だと思う。私は彼は事実を軽視するか無視する傾向があると思うと答えた。 1>, 1月20日、ケール教授は再び、ボロックコンスピレシーで、アクセス権を超えただけの場合に対する刑罰の削除、含む、コンピューター詐欺及び不正利用防止法の改定を、提案した。ジョンディーンは、法律ブログ、justia.com で、私の連邦検事や、検事法の友人が言うには、検事の中には心ない者も,もいるという、悲しいことに、私たちに、 多くのものを与えてくれた天才であるアーロンは、そのようなものにやられてしまった。彼らは、良心的で公正に、連邦法を遵守してはいない。むしろ、彼らは、アーロン・スワーツのような、不幸な人々を恥知らずに叩いて興奮している、典型的な権威主義的な性格の持ち主だと、コメントした。スタンフォード大学のスタンフォードセンター、フォーインターネット c i e t y の、 自由人権ディレクターのジェニファー・グラニックは、スワーツを弁護し、彼が起訴された法律の適用範囲にも異議を唱えた。2013年1月11日の朝、ブルックリンのクラウンハイツの集合住宅で、スワーツが死んでいるのを、恋人が見つけた。ニューヨーク市観察医務局の女性報道官によると、スワーツは自分で首をつっていた。遺書は発見されなかった。 スワーツの家族と恋人は追悼をウェブサイトを作って声明を発表した。彼は自分の金儲けではなくインターネットと世界をより公正に、より良い場所にするためにプログラマーや技術者としての並外れた腕前を振るった。友人であり、時には養護者でもあり、スワーツの基礎を比例原則の乱用と呼んでいた。 ローレンス・レッシグは、スワーツに長寿を送って、なぜ、アーロン・スワーツは、駐在犯のレッテルを貼られなければならなかったのか、合衆国政府は理由を述べる必要がある。それは18ヶ月にわたる交渉で、スワーツがどうしても受け入れることができないことだった。作家のコリー・ドクトローは、彼の小説、ホームランドで、反体制の政治キャンペーンの草の根運動を組織するために、 有権者について今手に入れることができる情報を主人公がどのように利用できるか説明するところでスワーツからアドバイスをもらった。ドクトローはスワーツへの長寿の中でアーロンには政治的な洞察力と技術的な腕前、人々や問題点に対する思考力という誰にも負けない組み合わせがあった。私は彼がアメリカの政治に革命を起こせると思っている。 彼の遺産でまだそれができると思うと述べた。スワーツの葬儀が2013年1月15日に、イリノイ州、ハイランドパークのセントラルアベニューシナゴーグで催された。ワールドワイドウェブの発明者の一人である、ティム・バーナーズリーは葬儀に弔辞を送った。1月19日、数百人が、クーパーユニオンのザグレート・ホールで取り行われた、追悼式に参列した。 演説に立ったのは、ベン・ウィクラー、オープンソースの提唱者のドクサールズ、クリエイティブ・コモンズのグレン・オーティス・ブラウン、ジャーナリストのクイーン・ノートン、OK 号の歌手のダミアン・クラッシュ、イエール大学名誉教授のエドワード・タフテ、チャリティー評価団体、ギブ・ウェルのホールデン・カルノフスキー、作家で、デビッド・フォスター・オレスの研究者でもあるトム・チャレーラ、ソートワークス。ノロイシン・ハム。 フリーダムコネクトのデイビッド・アイゼンバーク、デマンド・プログレスのデイビッド・シーガル、スワーツの恋人のタレンスティングリック・ナー・カウフマンだった。1月24日、サンフランシスコのインターネットアーカイブで、追悼式があり、ジャーナリストのダニー・オブライエンとアーロンの恋人のタレン、スティングリック・ナー・カウフマン、リサ・レインズ、電子フロンティア財団の上級テクノロジストのセス・スコーエン、 ピーター・エッカース・レー、オライリーメディアの創業者のティム・オライリー、モリー・シャッファー・バン・ハウエリング、アレックス・スタモス、インターネット法の弁護士のシンディ・コーン、インターネットアーカイブの創設者のブリュースター・ケールと、パブリックドメインの提唱者のカール・マラマットが演説を行った。もう一つの追悼行事が2013年2月4日に、ワシントン DC のキャピトルヒルにあるキャノン、会議委員会館で催された。 上院議員のロン・ワイデン、下院議員のダレル・アイサ、アラン・グレーソン、ジャレッド・ポリスなどが演説を行った。列席した議員には、上院議員のエリザベス・ウォーレン、下院議員のゾーイ・ロフ・グレント・ジャンシャコースキーなどがいた。権力に立ち向かえと、アイサは言った。情報アクセスは、人権です。アーロンの死は単なる個人的な悲劇ではない。 それは、脅しと検察官のやりすぎがはびこっている、犯罪司法制度の産物だ。マサチューセッツ州の国側の弁護士事務所の職員と、MIT の下した決定が彼の死の原因になった、アーロン・スワーツの家族と恋人による、声明1月12日、スワーツの家族と恋人が声明を発表し、検察官と MIT を批判した。スワーツの父親ロバート・スワーツは、 MIT のコンピューターラボの知的、財産コンサルタントで、この件に対する大学の取り扱いは、MIT の通常の手続きとかけ離れていると思っていて、憤慨していると報じられている。息子の葬式で、ロバートは、は、政府に殺された。MIT は、すべての基本理念に背いたと語った。ミッチ・ケーパーが声明をツイッターに投稿すると、 カルメン・オルティズの夫のトム・ドーランが応じて、スワーツの家族を批判した。自分の息子の命日に、彼の死の責任を他人のせいにして、6ヶ月の提案があったことを、言わないのは、本当に信じられない。このコメントは、批判的な反発の引き金となった。雑誌エスクアイアの政治ブロガーである、チャーリー・ピアスも、その一人で、彼女の夫と彼女の擁護者たちが上舌に、 刑務所で、たった6ヶ月と片付けたことは、刑務所の警備が、ゆるかろうが厳しかろうが、我らの検察官殿が当時考えた方法がひどく、具合の悪い何かだったことをより一層示している。ありがとうございます。